見て、今健康診断終わって帰ってきたんです。毎度ございます、こんにちは、こんばんは、ワークです、よろしくお願いします。はい、ということでね、今オープニングでも言ったんですけどもね、もうあのネオ筋トレね3ヶ月やりきりましてね、まあよう頑張ったでね、まあ大した食事制限はしてないけどね、あの甘いもんとかな、まあできるだけね、まあもちろん食べてはいたんですけど、できるだけまあ控えておこうかなっていう感じでね、まあこの3ヶ月乗り切ったわけなんですけれども、甘いの食べた。今日はねデザートの大食いやっていきたいと思います。え、何食べるの？何食べるの？サムネでもう出てるこちら、プチチュー。プチシュー100個。一度のピノのね100個やってたと思うんですけど、普通のシュークリーム100個、それも 100% 無理やん。もう普通に考えて、別に僕大食いなわけでもないですし、でもまたいいとこ攻めたでしょ。プチシュー100個、食えるか食えないかで紹介していきましょう。こちら北海道ミルククリームプチシュー6個入り4つ買って白く24個です。こちら糖質を考えたプチシュークリーム、まあ、こちらも6個です。これサブロク18個、セブンイレブンからシェアして食べるプチシュー12個入り2つで24個、ローソンからふっくら生地のプチシュー13個入り、計いくつや。このテーブル上にね今全部で105個あります。っていうことでね、早速食べていきましょうか。このねローソンのやつがすごい気になってて、金額で言えばねこのローソンのやつが一番高いんで、じゃあいただきます。うん、あ、13個入りなんでもうあっという間に10個食べました。うん、やっぱプチシューなんでね、がっつりね生地の中にパンパンにクリームが入ってるかって言われたらね、まあまあそこまでなんですけど、多分結構入ってる方ちゃう。いや、セブンイレブンのねシェアして食べるプチシュー12個食べていこう。こっちのセブンイレブンの方がさっきのこれより生地がだいぶ薄い。セブンイレブンのこのプチシューの方が断然甘い。甘さ控えめとかじゃない、もう甘い。12個完食。これでね今25個完食したわけなんですけど、まだ4分の1です。セブンイレブンちょっと甘すぎて辛いかもしれん。今カロリーどんなもんやと思ったらね、こっちのローソンのプチシュー13個で393カロリーなんですよ。で、こっちのセブンイレブンめちゃめちゃ甘いなって思ったらね、12個で439カロリーもあるんですよ。そら甘いはずやわ。まだ4分の1やのにちょっともう重たいよ。じゃあこっち行ってみようか。気になってたん、これ絶対美味しいやん。北海道ミルククリームプチシュー。いや、北海道ってついてるやつのデザートって大体うまいやん。いただきます。ミルククリームです。やっぱ全然ちゃうねんな。濃厚のミルクですね。あっちゅう間に31個。もうダメだ、もう無理です。31個が限界です。あかんかん、食べなな。これ一番優しいかも、俺に。糖質を考えたプチシュークリーム、これも一応北海道産生クリーム使用してます。これ北海道産生クリームとこのミルククリームって何が違うのかもちょっと気になるよね。何が違うんやろな。多分糖質が低いんかな。1個あたり29カロリーでだいぶね糖質考えられてるんやなっていう味です。なんかやっぱこういったさ普通のん食べてるからさ、この甘みがなんかこれほんまに北海道産か、北海道つけたら何でもええんちゃうぞってね、ちょっとこれ疑問ですね一番。はい、ってことで6個完食でね、今計37個
完食しました。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。めちゃめちゃ重たいんやけど、食べられへん食べられへん、ギブギブギブ。めちゃめちゃきついやんこの企画。麺とかさ寿司とか、あもう腹いっぱいみたいな感じなんやけど、こうやって喋れてるやん。胃が気持ち悪くて受け付けへん状態。入るっちゃ入るんやけど、なんか多分リバースしてきそうみたいな。え、じゃあお前それ食えるやんって。そうやけど、だから無理やり詰め込んでいきますさ。はいはいはい、詰め込んでいったらいいんでしょ。おうおうおう、おうお前行くぞ。おいおい、いやマジで食えんってこれ。え、こんなきついんや。歳なんかな。くそ、なんか甘いのやったらめっちゃ食えると思ってた自分が恥ずかしいです。この企画やってる自分が恥ずかしい。プチシューが俺の口をめがけて飛んできやがる。うおおおくそ、危ない。また来た。うおお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 。眠った。開けるやつミスった。マジでローソンのこの13個入り一番生地が厚い。うん、マグロ。あと3つで50個、48個目、49個目、50個、いきまーす。ギブアップ検証結果、プチシュー100個は無理。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。もしねこの動画面白かったらチャンネル登録グッドボタンお願いします。で、お前食えてへんやんけ、しかもこの動画おもんないわーっていう人もね、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。言うて、イエス。あぶねし。あっかん、これマジで気持ち悪いやつや。これ絶対おしっこめちゃめちゃ甘い匂いするやつやで、ね。